でも僕は試合を控えてる身だし。チャンピオンでいるうちはいつだって試合は控えてんだぞ。それにベルト奪われてからじゃカッコつかねえだろうが。コクハゲ、コクハゲ。しかしですね、あのですね、キレって俺様が電話かけてやる。待ってください、誰か止めてく。コクハゲ、コクハゲ。ダメだ、電話持ってきたよ。面白半分で盛り上がった。この人たちを止める術はない。さあ、わかりました。その代わり条件があります。よっ、なになに、3対1の腕相撲対決だってよ。俺様が入るとさすがにハンデありすぎなんでな。青木、木村、それと後藤だ。えよし、勝ちさえすれば OK だ。生地腕力に自信があるから腕相撲なんて言い出したんだろうが、一歩は知らねえ。バイトの岡持ちで鍛えた青木の怪力よ。まずは俺からだぜ。よろしくお願いします。なんて腕してやがる。まあいい、青木につなぐまで粘ってやる。もし告白なんかして久美さんにその気がなかったら、考えただけでもゾッとする。今のままでいいんだ。お互い力抜いて、よし、このままレディーゴー。想像以上に強いぞあいつは。任しとけ。かなあ。さあるだ、これは強敵だぞ。負けるわけにはいかない、絶対負けられない。速攻ぶちかますぜ。レディーゴー。うわはあ、また外れてんぞ。なんつうバイキン、幕の内先輩っす。二人目、青木が明らかに。こいつは誤算だ。次の人、誰だ。後藤じゃ勝てない。次の人どうぞ。あ、正義が負けた。